そううですねもう責任重大だと思います、でまあえー、いろんな意味で山本に立たなきゃいけないところもあるんで、えー、大変かと思いますけど、その分、まあねあの、もちろんやりがいもあって、かつ、そういういろんな経験というのは、長い人生においては、まあ、素晴らしい経験に僕はなっていくと、まあ、僕もそうだったんでしょうけども、ほ、まあ、他の皆さんも多分そういうふうに思ってると思うんですよね。 だから、まあ、この機会をやはり大事にしてもらって、まあ、僕は自分にしかできないことをやるということが重要だと思いますんで、えー、そこにやはり気持ちを置いて、えー、やればそれなりの結果出るんじゃないかなと思います。えー、宿澤さんはですねもうちょっとお亡くなりになったんですけどもえー、と。 まああの皆さん一般の方々に伝わっているのはね非常にクールでえー論理的に物事を考え,え情報戦略にたけてまあこれはその通りだと思うんですよえただ、やっぱ意外に短期でえかなりの負けず嫌いというのが僕の印象でしてえーゲーム中でもねえ横で見ていると非常にこうカッカクカッカ来てですね、えー 罵声を発するとというかこ、えー、こんなこともよまああのー、非常にこうイメージはクールなイメージですけど実はすごい熱い、えー、監督であったような気がしまするねまあかつそれとまた一面は非常にこうザックバランであのー、まあ試合の時なんかは非常に厳しく、えー、こういろんな指摘をするんですけどね終わってからは結構。 まああの見に行ったりとか、きあいあいとしたのも、記憶に残ってます頼りになった選手ですが、空持ちの林さん、大八木さんっていう、神戸製鋼のね、先輩の人たちには大変助けられたような気がします。それと、チームのやはり核でいらしたんで、僕、キャプテンの時もね、いろんな意味で相談させてもらったんで、そういう意味では非常に助けられたという記憶があります。 そうですね、まあ、今のチームは、まあ、監督もジョン・カーワンというやっぱりニュージーランド人だしプレイヤーも非常に、えー、外国人のプレイヤーも多いということで、えー、いろんな意味で、あのー、コミュニケーションということに関してはね、あのー、もうだいぶ慣れてると思うんだけども。 えー、いろんな意味でこう気を使わなきゃいけないところが多いんじゃないかなという気がしますんで、まああので、ー、あんまりそこは気にしすぎてもどうしようもないところなんでね、まあ、自分らしさを出して、えー、悔いのないゲームをーにすべてしてほしいなと思いますす、うん、そうですね、まあ、非常に各国ですよねともこういろんな形で進化してきていて。 あのもちろん日本は日本で、えー、その世界ランキング等々もこう上がってきつつあるんで、えー、そんな悲観僕はしてるもんされるものではないと思うんですけども、あのーまあ、これから本当に日本人のプレイヤーの育成というものをね、まあ、考えていかなきゃいけないと思いますし2019年の時にはやはりですね、えー、こう日本のラグビーというものが こう見たときに分かるようなやはりえこうものになってればさらにこうえみんなのこう関心度とかねえ盛り上がればやるような気がえします。まあ、今どの国もよく似たラグビーをもするようになってしまってますし国内でもねまさしくそういう状況であまりこう見た目にここがえちょっと違うことをしているっていうのはまあ非常に少ないわけでして。 あのそういう意味では日本の独自性というものをこれからどういう形で追求していくかというのがです、ね、多分これからの日本の僕は課題だと思いますしそれがなんとなくこうできた時っていうかできつつあできるようになってきた時には こうまだラグビー日本のラグビーに関する関心度だとかですね、ラグビーの人気というのもなんかまあ高まってくるような気がします。まあ、そういう意味ではそういうものをまあ、今模索しているところだと思いますけどもね、選手たちにしっかりとそういうものを自覚してもらっていい戦いをしてほしいなと思います。 <laughs> いや,いや,いやあの、今回もたまたまちょっと日程が合わないということだけですんで、あのやる気はまんまんです、だから、まあ、したがって、えー、ちょっと林さんには早めに連絡いただいて、えー、日程をしっかりと調整させてもらって、えー、一度皆さんと、ね、会って、ちょっと本当にこう日本のラグビーについて、あのー、語りたいなとは思います。